サンプラザは大阪府羽び野の市本田に本部を置くスーパーマーケット。オール日本スーパーマーケット協会の会員及びフードアクション日本の推進パートナー企業で出店地域ではサンプラの愛称で親しまれている。なお、高知県内で営業中の同盟のスーパーマーケットとは名称が同じだけで一切無関係である。本部のある羽び野市を中心に 大阪府南河内エリアを中心に年中無休の店舗を展開する。近年は営業エリアの拡大を進め、奈良県への出店も進めている。現在のコーポレートカラーは緑地に白地のロゴ。かつては白地にオレンジ色のロゴを用いていた。食品スーパーとしての営業が基本だが、河原の上点の未良品専門店として営業する。当社のモットーは食の安全。 地域に根ざした食品スーパーとして、大阪エコ農産物をはじめ、日本国内の地場産野菜、果物、魚介類などの直接仕入れ、販売へ、積極的に取り組んでいる。また、食育活動の一環として、日本国内産の食材を使った料理の提案、試食販売を実施。2011年度には、大阪府の第1回大阪産5つの星大賞。 2012年度には第4回フードアクション日本アワードをそれぞれ受賞した。現在では関西地方に出店していないセイコーマートのプライベートブランド製品の一部も扱っている。インターネットでは上記の店舗と同じ食料品や雑貨を扱う海員製のネットスーパーサンプラザとギフトインテリア用のショッピングサイトを別々に設けている。当社直営の ネットスーパーサンプラザについては、大阪府内を対象に、注文当日に、宅急便で配達できるエリアを徐々に拡大。現在では、店舗の内戦木、千南エリア全域や、大阪市の中南部にも及んでいる。ちなみに朝日放送ラジオでは、食の安全、大阪エコ農産物の販売、ネットスーパーサンプラザの PR を目的に、当社のスポット CM を随時放送。 同局制作の生ワイド番組や情報番組で、インフォマーシャルを流すこともある。羽引野市藤井寺市松原市富田林市、大阪佐山市川地長野市坂市坂区、南区北区東区三原区店舗のほか、三原区内には三原物流センター、丹南物流センターもある。柏原市八王子南川地郡貝塚市高石市、柏原市。ありがとうございます。